にちは、リーです。今日はですね、ミニシリーズということで道着の畳み方というのを、ご紹介したいと思います。流派によってですね、いろいろ道着の畳み方があるんですけれども、一応ですね、私はテコンドーが、メインですね。テコンドーの道着の畳み方というのをご紹介していきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。でですね、このように、畳むと、もうバッグもいらないし、例えば通勤通学、会社員なんかこれなんかこう持って、肩で風切りながら新宿とか歩いてみてください。結構生きてると思います。では、さようなら。